はい、こんにちは。カンボジアガサガサフィッシングの佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日も、引き続き、アロワナ調査3の時に、行った、河川での魚採集の様子を、紹介したいと思います。で今回は、前回の小さいたまりのすぐ近くにあった、ポイントで本流と、その支流の、ね、合流点が一箇所あったので、そこを中心に、本流も支流も含めて、50メートル以内ぐらいの範囲を採集してみました。でここでも、このチャンネルで結構初登場の魚も、入っているんで、それを紹介したいと思います。でポイントはこんな感じのところですね。はい、もう本当本流はまだまだ広くて、数十メートルあるようなね、広い本流です。でここは主に投網と引き網をして、魚採集を行いました。そしてもうその一方の支流の方はというと、まあ、本当に小さい、狭い細い河川なんですが、ここもこのちょうど映ってる突き当たりぐらいのところまで採集を行っています。まあ、そんなに深いところではないんで、投網も投網網も、しやすい、水域かなと思います。でそこで取れたのが、こちらですね。これもこのチャンネルでは、よく登場して、よく釣りでも釣ってるしガサガサでも取ってますね。グラスパーチと呼ばれるね、パランバシス、サイアメンシスとかシアメンシスと呼ばれるグラスパーチの仲間ですね。もう本当に体が、採集したての時は、とても透き通っていて、綺麗な魚でなんですが、意外とこの種類は、カンボジア全土で見られる種類なんで、本当に一般的な種類です。この種類は本当にね、もうこんなちっちゃい、消しゴムぐらいのサイズなんですが、もう一種類のね、ウォルピーというね種類がいるんですが、そちらはもう手のひらサイズぐらいまでね大きくなるグラスパーチなんで、その辺もねまだ市場とかで出会ったら紹介したいと思います。はい、そしてこちらも、前回紹介した、ヨジゴ仲間でドリクティス、デカトイデスという、ね、種類ですね。でこれの特徴は、この辺りですね。見てもらうと黒いスポットがポン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 と入ってますよね。でこれがねもう一種類、同じような種類がいるんですが、それと見分けるときに、よくここがポイント、パッと見でね分けるときに、とても重要なポイントなんで、ここを覚えておくといいのかなと思います。はい、こちらの魚は、もうあまりねなんか特徴がなさそうな銀色の魚なんですが、コイ科の、オキシガスター属というグループに分類される魚です。で実はこの種類に関しては、僕は20年カンボジアで採集してて、この魚を、取ったのは、この時が、初めてでした。でもとっても嬉しかったんですが、なんせそれ以降も、この魚にはまだ出会ってなくて、あの時、1個台だけだったんですが、取れたのはすごくラッキーでしたね。なのでかなりレアな種類だと思います。ただ隣のね、意外と隣の国とかね、国をまたぐと反対にねむちゃくちゃいっぱいいたりとかね、向こうに全然いないのにこっちにいっぱいいたりなんていうことはよくあるんで、隣のタイねではどういう状況か僕は把握してないんですけども、カンボジアではとてもレアな種類です。でこれは、はい、こちらの写真のように、ちょっとねしっかり写真も撮りたかったんで、生かしたまま、一旦麓の方まで、持って帰りました。はい、そして次、こちらも前回からかな、このアロワナ調査の回から、よく登場している
ラスボラの仲間ですね。シザーステールラスボラですね。はい。そしてこちらはちょっとね、上からしか映ってなくて、分かりにくいんですが、これも前回、前々回ぐらいかな、紹介した、ネマケールス属の魚です、まあ、とても可愛らしいんで飼うにはいいのかなと思います。そしてこちら、これはもうね、皆さんももう名前もわかるんじゃないかなと思いますが、プリストレピスですね、はい、もう本当に、まあ、ブルーギルっぽいっていつもね紹介してるんですが、まあ、まさにブルーギルっぽいんですが、ブルーギルのレポミスかな、レポミス属は、南米の北米なんですが全く違うグループです。はい、そしてこちら、こちらも多分前紹介はしてると思うんですが、パオカンボジエンシスというね、フグですね。でこれもまだそんな大きくないんで、まだまだ成長していく前の段階なんですが、大きくなると手のひらぐらいまでなります。はい、そしてこちらですね、今回の、メインの種類の一つなんですが、フグですね、はい、でこちらは、アクアリウムでも時々多分出回るフグじゃないかなと思うんですが、まあ、基本的に汽水から淡水域に生息しているアウリロブスという、ね、属に、配置されているフグで、ネファスタスという、ね、種類です。でこれは英語だとなんか調べてみたら、グリーンボトルパッファーという、ね、名前がついてるそうで、まあ確かにグリーンっぽい、ね、緑がかった、体をした、フグなんで、そういう名前がついてるんじゃないかなと思うんですが、実はこのフグ、僕は先ほどのね、オキシガスターと同じようにかなりレアな種類だと思っていて、カンボジアでは僕はまだ3回かなぐらいしか出会ったことがない魚です。なのでもう本当にこの時もね1個台採集できたんですが、相当僕は個人としては嬉しかったですね。で意外とこのアクアリウムフィッシュの世界、アクアリウムの世界では出回っている魚でも実際現地ではとても少ないっていうね、パターンの種類も実は結構いるんですね。なので、まあ、熱帯魚としてかなりありふれた魚でも現地では天然個体がとても少ないっていう魚がすごく多いです。でここは、今回は、カルダモンエリアなんですが、それ以外にもメコン水系でも確認はしています。ただ本当に1回2回しか出会ってないので、とても貴重な魚なんだなっていう印象を僕は持ってます。はい、そしてこちらですね、これが今回の、メインの一つなんですけども、続いて紹介するこの小さい、ね、手のひらの、ね、指の間にちょこんといるね、ちっちゃい魚なんですが、これ取った時はね、メダカだと思うぐらい、そっくりさんなんですね。ただこれをよくよく見ていると違う魚だということが分かってきます。でこのグループは、トウゴロウメダカ赤というね、ちょっと変わった名前のグループに属する魚で、特にすごく特徴になっているのは、オスの体にあるんですね。でこの魚の、オスの頭の下の部分ですね、ここら辺ですね、胸のあたりに、プリアピウムという、ちょっとね複雑な構造をしているって、僕もねまだ理解ができてないんですけども、すごい複雑な形した、器官がここにくっついているんですね。でそれが一体何なのかというと、交尾器官なんですね。
でこれは、どういうふうに使うのかというと、交尾をするときに、メスの、ね、体にくっついて、体内受精をするんですけども、その時に、体が離れないように、固定するために、使うそうです。でその写真が、こちらですね。はい、すっごい複雑で、僕初めて見た時にはこれなんかこう踏みつぶしたりしちゃって、なんかこう内臓がね出ちゃってんのかなって思ったぐらい、ちょっと特別な形をしてますよね。でこれが実は正常で、オスはこのような形をしています。でこれは今回は、スミッシーという、ね、種類なんですが、この他にもカンボジアの、汽水域には、他の種類も実際にいます。でそれがこちらですね。はい、このような形の種類もいます。でやはりね、この辺りに来ると僕もね、もうちょっと勉強が追いついてないんであまり説明できないんですが、とても変わった魚が、カンボジアにもいます。で実際この種に関しては、ここのカルモンエリア以外にも、メコン川水系にも実際に分布しています。で僕が今住んでいるこのシムリアップ、トンレサップ湖のね、湖岸にある町なんですが、その町に流れている小さい河川にも実際にいます。でそこで僕も初めて、出会ったんですが、もう本当に出会って顕微鏡を覗いた時に、うわこれがそうかと本当に驚いた、思い出がある魚です。はい、こんな感じで、今日もアロワナ調査の時のポイントを紹介いたしました。もう少しね、アロワナが出てくる前に時間かかるんですが、根気強く、見ていってもらえると嬉しいです。でまあこれをあえて紹介しているのも、まあ、同じアロワナが住む川の一部なんで、そういったね魚もいるということをね見ていってもらえると嬉しいなと思います。というわけで今日はこの辺りで失礼いたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。まだまだ続きます。